います。お願いいたします。どうぞ。はい。北朝鮮の今朝発射した障害があると思います。その後情報収集分析により得られた新たな事実関係があります。北朝鮮の飛翔体発射について現時点で追加してお答えをすることができるようなものはありませんが、ありません。ただ引き続き政府として米国および韓国を緊密に連携を取りながら情報収集分析に努めております。なお現時点で付近を航行する航空機や船舶への被害報告は確認されておりません。このタイミングで発射した北朝鮮の狙いというのについてはまずこの飛翔体の発射については引き続いて関係省庁間で情報収集し詳細や分析中であり、また米国、韓国とも緊密連携を取りながら情報の収集分析に全力で取り組んでいるところであります。まあ、重要なことは朝鮮半島の完全な非核化に向けた北朝鮮のコミットメントを含む昨年6月の米朝首脳間の合意が完全迅速に履行される、このことだというふうに思っています。はい、共同通信の小笠原です。関連になりますけれども、6月30日にパンムンジョムで米朝首脳会談が行われた後に北朝鮮による飛翔体発射は初めてとなりましたけれども、現在 の北朝鮮をめぐる米朝間の情勢、また国際社会の情勢をですね、日本政府としてどう捉えているのでしょうか。今申し上げましたように詳細は分析中であり、米国韓国とも緊密連携を取っておりですね、さらに収集分析に全力を挙げていきたい、このように思っております。それとやはり重要なことは朝鮮半島の完全な非核化に向けた北朝鮮のコミットメント、ここを含む昨年6月の米朝首脳会談の合意、ここが完全迅速に履行されることだというふうに思います。はい、金目を伺います。共同通信の方です。午前の記者会見でも質問がありましたけれども、日本政府として北朝鮮政府に対して正式に抗議した事実はあるんでしょうか、もしくは今後抗議する考えなんでしょうか。いや、申し上げましたけれども、現時点において、引き続き関係省庁間で情報収集をして詳細まだ分析中でありますので、とにかく収集分析にですね、全力で今取り組んでいるところであります。そしてまた、結果を踏まえた上で、適切に対応する、こういうことであります。はい、フジテレビの記者です。釜山の日本総領事館に韓国人の学生が侵入し6人が逮捕された事件について伺います。 FNN の取材で侵入者がもう一人いたにもかかわらず地元警察が遠方途中で取り逃がしていたとみられることが分かりました。政府として把握している事実関係を聞いています。22日の午後に発生した在釜山総領事館の敷地内への侵入事案について、侵入した7名について、これを現地警察当局と協力の上、総領事館の敷地の外へ排除し、その後現地当局がこのうち6名を連行したものというふうに象徴しています。日本側としては敷地の外への排除後の現地警察当局の対応の詳細について説明する立場にありませんが、現地当局から今回の事案について引き続き捜査を進めている、そうしたことの報告を受けています。はい、関連してフジテレビ記者です。取材では連行途中で男1人が逃走したという話や、デモ隊が警察車両のドアを開けて逃がしたとの目撃情報もあります。韓国警察の警備体制が問われていると思いますが、政府としてこの点どう捉えていますか。今申し上げましたように、敷地外への侵入者の排除後の現地警察当局の対応の詳細や警備体制については我が国としてコメントを控えたいというふうに思いますし、説明する立場にはありません。ただいずれにしろ日本政府として本事案の発生を受けてですね、韓国側に対し
我が方の強い問題意識を伝えつつ、日本関係高官及び関連施設の警備体制の強化を含む適切な対応を要請をいたしました。我が国高官及び法人の安全が確保されるよう、引き続き現地当局に対して適切な対応をしっかり求めていきたいというふうに思っています。朝日新聞の阿部です。日韓関係の悪化に関連して伺います。輸出規制の強化をめぐり、日本と韓国との対立が深まっていますが、韓国人の訪日客のキャンセルが相次ぐなど、観光や消費への影響が出始めています。安倍政権はインバウンドの増加を地方創生につなげていく方針を掲げていますけれども、こういった現状についてどのように受け止めているんでしょうか。まず韓国のインバウンドについてでありますけど、本年6月は対前年比プラス 0.9% であります。全体としめれば大きな減少は生じておりませんが、今後もその動向に注視をしていく必要があるというふうに考えております。はい、共同通信の田島です。漢方生命の不正販売問題についてお伺いします。昨日日本郵政が問題を調査する特別調査委員会を設置すると発表しました。調査に期待することを教えてください。まず漢方生命と日本郵便において契約の乗り換えの際に保険料の二重払いなど顧客に不利益を生じさせる不適切な事例があったことは大変遺憾であります。すでに両社から8月までの間、新規の保険商品の営業を控える旨の発表がありましたが、両社においては顧客の皆さんへの対応にしっかり取り組んでいただきたいと思います。また両社において特別調査委員会によるものも含めて十分な調査を行い、顧客対応を抜本的に改善する必要がある、このように考えています。はい、どうぞ。今回の調査では投資商品の適切な販売があったゆうちょ銀行は調査の対象外になっています。これを問題することも常にありますが、このことに関して長官のお考えをお聞かせください。まず先月の日本郵政の社長の会見の中で、ゆうちょ銀行において不適切な販売などが行われた旨の説明があった、こういうふうに聞いています。本件については漢方生命の問題とは別途金融庁において必要な調査を行っている、そういうふうに聞いています。はい、朝日新聞の阿部です。話題変わりますけれども、京都でアニメ制作会社が放火された事件に関連して伺います。34人が亡くなった事件で、今日で1週間になりますけれども、事件にガソリンが使われたことについて、ガソリンを購入する際の身分、身元や、用途の厳格な確認など、何らかの規制が必要ではないかという声が上がっています。同様の事件を防ぐために、こうした規制の導入していく必要についてどのように考えているでしょうか。今般の事件を受けて消防庁において警察庁と連携し、ガソリンの容器への詰め替えを販売を行う際に、身分証の確認、使用目的の問いかけ、販売記録の作成、不審者発見時の通報、ここを行うようガソリンスタンドの事業者団体に対し本日要請をすることにいたしました。これらの取り組みを速やかに進め、同様の事件の発生抑止を図っていきたいと思います。はい、堀子七尾です。よろしくお願いします。米国のですね、司法省がガーファーなどの巨大IT企業がですね、反トラスト法に違反していないか、調査に入りました。司法省が IT 大手の追及に本腰を入れるのは約20年ぶりということです。日本でも現在検討しております巨大IT企業に対する西安などに及ぼす影響などについてご紹介を願います。まず政府としては6月に決定成長戦略実行計画において内閣官房にデジタル市場の競争状況の評価等を行う専門組織を、これは早期に設置するとともに、デジタルプラットフォーム企業と利用者間の取引の透明性、公正性、この確保のためのルール整備として2020年の通常国会に必要な法案の提出などを図ることといたしております。これらについて米国の本件措置が影響するとは考えておりませんが、国際的な動向も踏まえながら、しっかりと取り組みを進めていきたいと思っています。はい、堀子七尾です。よろしくお願いします。質問がありまして、アメリカの国防長官にマーク・エスパー陸軍長官が正式に就任しました。半年以上わたった安全保障政策のいわゆる司令塔の不在が解消されたわけですが、ご紹介をまずエスパー国防長官が就任したことを歓迎します。
政府としては引き続き米国政府とともに日米同盟の強化に取り組み、我が国の平和と安全、インド太平洋地域と国際社会の平和と安定のためにしっかりと連携していきたいというふうに思います。よろしいですか。はい、ありがとうございました。